やるやおうぜ。今年もありがとうございました。今年1年振り返ってどういう1年でしたか。そんなことおめえに聞かれたくない。ブラザーズカットクラブ中村店の中村大輔です。これからいろいろインタビューしていきたいと思います。 We go up! 失礼します。まずうちの中目黒店の店長からインタビューいきたいと思います。今年1年どうでした。今年1年ですよ。そうですね、今年1年はいろいろなんか状況が変わった年だったなと僕は思ってて、僕自身店長になった年だったし、中目黒もなんか大輔筆頭にヒロミとか人数が増えて、こう新たなこの風が吹いた年だったと僕思います。来年の抱負、来年の抱負教えてください。来年の抱負やるやおうぜ。あ、出した。次行きたいと思います。こんばんは。こんばんは。今年1年振り返って。今年1年、ちょっと真面目なこと言うと、今年1年めちゃくちゃ今までの人生で一番早い1年でした。なんで来年は、今年よりも濃い1年に。以上です。西森友哉さんにインタビューしたいと思います。今年1年振り返ってどういう1年でしたか。そんなことおめえに聞かれたくない。とりあえず忘年会だから取り付け買ったから飲もうぜ。とのことです。あたす。どこだ。あ、いました。堀江のハンサム店長。店長、質問いいですか。今年一番印象に残ってる出来事は。うわー、格闘技の試合ですかね。格闘技の試合出て勝ちました。来年の抱負お願いします。来年の抱負は、今まで苦手にしてたところを自分なりに、好きになって、改善していくのが目標です。おっす、頑張りましょう。おっす。ラストはやっぱなんつってもミスター川上でしょう。どうかず、ブラザーズの YouTube チャンネルです。今年はどんな1年やったんですか。健康に気を使って、自分の体と心とメンタル、それを大事にした1年で、すごいいい1年になったと思います。そうですね、川上選手はこの1年間コンビニのご飯を一つも食べてません。そんな川上選手、来年はどんな1年間にしたいですか。一番は婚活？嫁が欲しいですね。すいません、これが、大阪店統括の川上選手やったです。来年も繁栄することを願っております。できたら名古屋にも出店していただけると。よろしくお願いします。
ラッシュ。Ayo, motherfucker, アルツヨーヨーマン、君にグラスを掲げるぜ。クイーンとして扱う俺はない、シベリアのミンク、絨毯はペルシア、名前の由来探しに行こうぜ、シチリア。なのにレースから捨てた肌、風が吹いたスカート、俺たち中身ばかり知りたがる。俺は新しい生き方を見つけた。 Girls、 地球が回る、クイーンを中心で世界が回る。美しすぎて雨が回る、男は夢中で争い出す。ありがとうございました。俺がコースター、 This is Zai。どうもジェシー、ライブジャンキー、よろしく。ファイアウォーズ1年間お世話になったからライブで返します。そしたらジョージ、音楽のレイプ、リバースのテイク、ビーメンでキル、音楽のレイプ、リバースのテイク、ビーメンでキル、音楽のレイプ。過去は過去で未来は Now is the future、 承知だよ。思い通り打つのように、カメンパーティーすっか、ホーミー。踊りなすきのように、画面パーティーすきのホーミー。なんかよくわかんねえけど、やばいと思う人どんだけいますか。OK、 それも何もファイアワークスあってのおかげ、リスペクト、ブロー。Fast to change ya, f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 ast to change ya。Break it down. Thank you. I welcome all colors. I welcome all types. I welcome all cultures of different minds. Hey, hey. I welcome all color. I welcome all types. I welcome all cultures of different minds. I welcome all colors. I welcome all types. I welcome all cultures of different minds. We all bleed the same color. Every life, man, it's a 実体験。生きてるだけでこんなに未体験。感じれるのも俺ら生きてるから。ただそれだけ。だけど中には涙で錆びたハートが、今日もどこかで泣いてるパートナー。俺に何できるか仕掛ける。この時代のためにもしかして変えれる。平和って言葉がなんか懐かしく聞こえねえか。平和って言葉がなんか so far away。平和って言葉をなぜか近づけたくて。自分を愛さねえと。 Peace out、 ジェスティーと DJ ホクトでした。 DJ ホクト、 DJ タイム、 Are you ready?